今日もファームからいいニュースが入ってきました。今日のイースタンリーグでは浅野選手に公式戦第1号のホームランが出ました。一軍の戦力になるにはまだ時間がかかりそうですが、秋広選手同様高卒3年目くらいに出てきてもらいたいです。好調を維持する菊田選手にも4号ホームランが飛び出し、4月初旬に頭部支給を受けてから状態の良くなかった岡田選手にも久しぶりのホームランが出ました。先発登板した高卒2年目の石田選手は5回を投げて1安打無失点、7つの三振を奪う好投を見せました。ここまで継続的にファームでローテーションを回り、安定した成績を残す石田選手の1軍デビューもそろそろ見てみたいです。ここまで最多の球数が88球となっており、スタミナ面の不安はありますが、一度1軍で見てみたい投手の一人です。またこの試合では平内選手が公式戦の復帰登板となりました。3軍ではすでに復帰登板をしていましたが、この日は5球で三者凡退に抑える好投。中川選手とともに5月中の1軍復帰に期待が持てます。今日の試合は初回フォアボールで出塁した坂本選手が今シーズンチームとして4月11日以来の2個目となる盗塁を決め、中田選手のタイムリーにつなげました。その後の走塁ミスが痛かったです。4月の巨人は走塁ミスで相手にアウトを献上するシーンが多かったので、今後上位に行くためにはこのようなミスを減らすことが大事になってきます。4回にはチャンスで初スタメンとなった廣岡選手がきっちりと犠牲フライを放ちました。2塁ランナーの大城選手も3塁に進めるいい打席になったと思います。この日は8番に入ったブリンソン選手も内野ゴロでも得点ができる場面で、追い込まれてから軽打してタイムリーを放ち、いい打席でした。7回には秋広選手がスタメン出場では6試合連続のヒット、3回のフォアボールを含め2出塁と今日も結果を残しました。岡本選手は守備でいいプレーが2つありました。これくらい動けたら安心なので、今後も安定した守備をお願いしたいです。4番手で登板した高梨選手は3回を1失点に抑える投球。動画の後半で高梨選手の去年との違いを解説していますので、ぜひご覧ください。昨日までのいい流れで3立てしたかったですが、先発投手が苦しい中今週勝ち越せたのは良かったと思います。来週は B クラスのチームとの6連戦になるので、最低限勝ち越したいです。来週からは丸選手もスタメン復帰できると思うので、疲れの見えるオコエ選手と入れ替えてのスタメンもあるでしょう。先発のビーディ選手は4回途中で8安打を浴び5失点でノックアウトとなりました。これで巨人の先発投手は4試合連続で5回持たずの降板となりました。ビーディ選手はいいボールもありますし、指標的にも悪い投手ではないのですが、ここまで5試合でクオリティスタートは1度のみ、勝ち星もないとなると、来週はファームで控えている先発投手との入れ替えもあるかもしれません。明日登録を外されるかどうか注目です。来週は東京ドームでのヤクルトとの3連戦、中日とバンテリンドームでの3連戦の6試合が組まれています。巨人の火曜日の先発投手が難しく、ファームから挙げるならば赤星選手ですが、高橋選手が抹消されていないので、もう一度チャンスを与えられそうです。戸郷選手の中5日での登板の可能性もありますが、前回53球でノックアウトされた山崎伊織選手の中4日起用もありそうです。高橋選手も前回は3イニングで降板していることから、ヤクルト3連戦ではこの3名が先発を務めそうです。不調で2軍に降格し、昨日の試合から戻ってきた高梨選手ですが、昨日も不安定な投球となりました。特に今シーズンは左打者に対して16打数8安打と打ち込まれているのが気になります。昨シーズンは左打者に対して被打率が1割6分7厘だったことを考えると、異常な数値になっていると言えます。その原因として考えられるのは昨シーズンとのリリースポイントの違いです。比較してみると、昨シーズンはほぼ肩と平行な位置からのリリースとなっていますが、今シーズンの高梨選手は肩よりも上の位置、リリースポイントを少し上にしています。
これにより左打者は高梨選手の投球に昨シーズンまでほどの角度を感じなく打ちやすくなっているのではと推測されます。リリースポイントを変えたことにより三振を多く取れるようになっているという面もありますが、現在のフォームをこれからも維持していくのか注目しておいてください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。